皆さんこんばんは、元男の子の青木香音です。本日は横浜のみなとみらいにあるコスモワールドに行ってきます。ぼっちだって？ぼっちじゃねえよ。別に一人だって楽しいからね。このように人を偏見という名の色眼鏡で見るのはやめましょう、やめましょう、やめましょう。今回乗る電車は湘南新宿ラインのグリーン車です。あえて1階席選んだのはこの後見ていただくアングルがあるのでお楽しみにしてください。2階席のが人気ですもんね。この地面スレスレのアングルが撮りたかったんですよ。うわーすれるみたいな、うわー引きずられるみたいな、なりません？そういう感じにならないか。ならないね。グリーン車といったらやっぱりおやつですよ。今回選んだのはルマンドと桜のチョコレートティーですね。隠し剣鬼の爪、ピシ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 、ボクシング。桜をバックに桜チョコレートティー、いいね、美味しいですよ。おー、新幹線じゃなくて、なんちゃらラインが過ぎていきました。そして中にはこんな感じにチョコレートもいっぱい入ってます。ザクザクしてて美味しいんですよ。コンビニとかで売ってるんで皆さん食べてみてくださいね。ちょ、映さないんかい、食べてるところ映さないんかい。次は上野です。お乗り換えのご案内です。日比谷線、銀座線です。 The next station is 上野。 Please change over 日比谷 line and 銀座 line。お、なんか押してるぞ。そうです、グリーン車といったらリクライニングですよね。後ろの人がいないことを確認して下げました。ビッビビッ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 ビル群だ。やっぱり東京といったらビル群が醍醐味ですよね。このビル群を駆け抜ける山手線、そして京浜東北線、やっぱりかっこいい。そして移動中はですね、結構こんな感じで作業しちゃったりとかしてますと言ってる間に多摩川を渡ってます。左岸は神奈川県です。今から横浜駅で乗り換えをします。桜木町なので根岸線という電車に乗ります。京浜東北線なのに根岸線って名前が変わるらしいんですよね、横浜を越えると。なんとも不思議です。そして、おっと、下アングルからの青木香音、自らブサイクと言われる下アングルを見せるということは、これはナルシストですね。と言ってる間に桜木町に到着しました。この景色が私はお気に入りです。なんだっけ、みなとみらい21でしたっけ、忘れちゃったけど、汽車道の方ですね。歩いていきます。昼間はそんなに寒くなかったんですけどね、夜は急に寒くなってきました。横浜だけにベイサイド。お、これは私に対しての宣戦布告か。抜かされたら抜かし返す、倍返しだ。さあ、青木香音選手、あのおじさんを抜かし返すことができるのか。このおじさんを抜かしたら東京オリンピック出場権利の獲得だ。もういろんなところに桜生えてきてますよね。やっぱり綺麗だな。そして汽車道といったら、この昔本当に線路として使われたこのレールですね。よく私が自分に言い聞かせることがあるんですよ。人が敷いたレールを歩くな、自分で敷いたレールを走り抜け、です。なんだよ、周りにカップルばっかやがって、これはたまんねえよ。こうやってどうせ人に見せびらかしてんでしょ、カップルどもめ。ドカンのドッカーンだよ。ただいまよりレール一本綱渡り競争を開催いたします。このレールから外れた場合は地獄に落ちますのでご了承ください。では開催スタート。はい、落ちた。これ iPhone 撮ってるんですけど、すっごい綺麗に撮れてますよね。夜景よくカレンダーとかになってそうな感じのアングル。そして自分でもこちら周りが気になって仕方ないんです。青木香音選手、やっぱりぼっちはきつい。そして間もなく私の本日の目的地、コスモワールドになります。てか、まだクリスマスツリーあるんですね。これクリスマスツリーなのかな、違うのかな、普通のオブジェみたいな。
すいません。観覧車って今日やってますか？31日まで臨時休園になりますので。あ、臨時休園。こちら書いてありますね。コロナウイルスの。コロナウイルス、はい。ありがとうございます。はい、まさかのコロナウイルスということで、休園です。ご覧のように映像内では悔しがっている素振りを見せる青木かのん。ところがどっこい、実は一人で観覧車に乗らなくてよかったと安堵に満ち溢れているのであった。自分の自尊心が傷つけられることなく一日を終えることができて、とても心の中で安心している。その安心感をどのように表現したらいいかわからなくなり、とりあえず二重顎の顔を見せるのであった。帰りはですね、横浜駅駅前にあるヨドバシカメラで今ナレーションしているんですけども、このナレーション用のマイクをそこで購入しました。ただ行って帰ってだけじゃ不完全燃焼だったので、いいマイク買えてよかったです。帰りもまたグリーン車で乗って帰るので、床梅とあとはビールと黒糖ミルクとか、まあ、グミですね、いろいろ買いました。では家路に向かおう。合ってるのかな日本語。グリーン車はですね、上の天井にスイカのタッチするところあるのでタッチします。今回は普通の1階の部分に乗りました。全然さっきと違いますよね。よし、一人晩酌大会だとか言いながら多分開けてると思うんですけども、今日はまあ確かに観覧車乗れなかったのは不完全燃焼かもしれないけど、こうやって新しいナレーション動画みたいのがチャレンジすることができたので良かったかなと思ってます。では乾杯しましょう。乾杯。なんだかんだ楽しいですよ、撮影って。こうやっていろいろ考えながらやるのもいいですし、普段と違う動画やるのもちょっと度胸いりますけども、これを出すことによって視聴者さんに反応いただけるのがすごい嬉しいから、またいろいろなことにチャレンジしていきたいなと思ってます。少しでも楽しんでいただけた方はぜひグッドボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。くさ、今度覚えてろよ。やり返してやるからな。半沢直樹じゃねえんだから。なんだっけ、うん、ボイ返しだ、ボイ返しだ。あ、もう指ドリルだからさ。あ、そっか、うん、ボイ返しだ、うん、全然もう顔芸なんだよな、ほぼ。やっぱうっせ。まあ、よかったです。よかった。はい、仲直りしよう、はい、仲直りね。うん、仕方ねえな。どこじゃん、やり方。シェイクハンドじゃん。シェイクハンド、うっせえな。はい。え、それなら性別をわざわざ男から女に変えずに男として女を愛せばいいじゃん。え、だったら女の子好きになるな。え、だったら、あ、じゃあもう一回。え、それなら性別を変えずに男の子のままにいて、あ、じゃあ。そして何より私がどこに一番後悔を感じたかというと、ダイレーションを一時期私はサボってしまったんですね。もう皆さん想像がついて、そして何より一番私が後悔をしたポイントを話し、あの、そして何より私が何で、あ、そして何より私が一番後悔をした出来事を、ん、なんか日本語おかしいな、発表いたします。あ、じゃあいいや、発表じゃないんだ、もう発表してんだよこっちは。うん。